皆さん、こんにちは、ハロー通訳アカデミーの上山です。それではこれより2022年度、全国通訳案内試験第1次筆記試験日本歴史の傾向と対策のその4の解説をさせていただきたいと思います。それでは、資料の、本日はですね、12ページをお開きください。で、12ページですが、2022年度、本年度にですね、出題が予想される重要事項の1というところでございます。はい。で、まず最初に戊辰戦争ですが、これは2020年度の、8番、9番、そして昨年の2021年度の21、22年に、連続して、されてますので、こういうものはですね、また本年度2022年度も注意が必要であると思われます。はい。から大内氏、これが正解となる問題がですね、2020年度の41番、2021年度の8番に連続して出題されたので、この大内市山口県に出題者の方が少々関心が高いのかなと、勝手に思っております。はい。それから日米和親条約と日米修好通商条約ですね、これが2019年度の4番と2021年度の17、18に出されております。このように連続して出されているものは要注意ということになります。ついでながら日米和親条約、ペリー来航が1853年、翌年の1854年ですね。これによって、下田と、函館の、2校が開校となりました。はい。これは勅許、天皇の、許しを得ております。で、老中、安倍晴弘がですね、ペリーと、交わした条約ということになります。はい。で、日米、通商条約は1858年ですね。和親条約の4年後になります。はい。で、大老井伊直弼がですね、朝廷というか天皇の勅許を得ずして、締結をした、通商条約ということになります。これが不平等条約で、関税自主権がなかったりとかですね、領事裁判権を認めるというようなことで、以後、50年間にわたってですね、この条約改正が、日本新政府の外交の重大課題となりました。はい。で、この通商条約によって、これ安政の五カ国条約と申しますけども、最初は日米、その後フランスとオランダとイギリスとロシアというところと同じような条約を結ぶことになりました。この覚え方もフランスの国旗は青色って、本当はフランスの国旗、濃紺と白と赤ですね。自由平等博愛を表すと言われてますけども、で、青色は青がアメリカ、青がオランダ、イがイギリス、ロがロシアで青色と、こんな覚え方も、前回お話しさせていただいたと思います。はい。それから長崎、出島長崎オランダ商館、鎖国といってもオランダとはですね、宗教とかはもう関係、布教はやらさない。
まあ、単純に貿易だけということで、ここでですね、まあ、あの鎖国とはいえですね、まあ、あのこう窓口があったということですけども、これは2019年度の13番、2021年度の16番に出ております。はい、要注意。それから渋沢栄一がやはり近年、あのこう、クローズアップされてきましたね。で、2019年度5番、2020年度の12番、これは選択肢だったんですけども、やはり今年もやはり重要かなと。で、これは次の、2024年ですか、2年後に紙幣の肖像人物が変わるということでですね、まあ、一万円札、まあ、日本資本主義の父と、この渋沢栄一、これが15年と19年、20年に出ていると。で、まあ、あの渋沢栄一に敵対したあの岩崎彌太郎もですね、やはりこうぜひ注意してみて、まあ、三菱を、まあ、作ったと言います、まあ、長崎のグラバー武器商人のこの造船所であるとか、炭鉱とかですね、こういったものを全部引き継ぎました、まあ、グラバーが武器商人であったということもあったと思いますが、まあ、三菱重工がこう日本のですね軍事産業の柱みたいになったのは、まあ、そういう影響もあろうかと思います。まあ、ロード・ソロバンというのは、まあ、渋沢栄一の代表的な本になります。はい、まあ、小さい頃からね、まあ、論語をよく勉強したということですね。はい、五千円札が津田梅子。まあ、6歳ぐらい、一番、まあ、女の子も女性が3人ぐらい留学したんでしょうかね。で、6歳ぐらいから行ってですね、まあ、日本に帰ってくるんですけどね。またあのアメリカの方に留学しました。で、帰ってきて、まあ、今の津田塾を作ったということです。それから北里の柴三郎と。で、これ、まあ、一万円札、まあ、ちょっとついでながら、どこで作ってるかっていうと、国立印刷局、まあ、これは独立行政法人ですけど、まあ、昔はあのこう大蔵省印刷局というところですね。それから、あと、あの紙幣はこの国立印刷局で、硬貨はあの造幣局、これも独立行政法人です。こちらで作っております。で、国立印刷局はあとパスポートとか切手、収入印紙、官報なども印刷をしております。はい、一万円札の原価はですね、まあ、いくつかあるんですけど、だいたい17円から24円の幅で、まあ、一万円札は作られると、まあ5000円札1、まあ、その1000円札もほぼ同じ原価なんですけどね、まあ、これが原価20円前後のものがね、1万円札1万円とか、1000円5000円で流通するというのは、まあこれは、まあ、信用ということですね、まあ、共同幻想と言ってもいいかもしれません。ついでながら500円玉の原価、これが 19.9 円ということで、1万円札と変わらないんですね。ちなみに100円玉が 14.6 円、50円玉が 12.1 円、10円玉が 12.9 円ですから、10円玉は1個作るごとに 2.9 円マイナスが出るんですね。5円玉が、原価が 10.1 円ですから、約2倍の費用がかかると。1円玉は 3.1 円だそうですね。はい。ついでながら申し上げておきました。で、2022年度現在、NHK 大河ドラマ、鎌倉殿の13名、放映されておりますが、まあ、北条義時。で、これは お父さんが北条、まあ、時政、この次男なんですけども、あとも北条政子のこと、北条政子は時政の長女になるんですかね。で、源頼朝の奥さんになりますね。で、もともと北条時政というのは平の
時政と言いまして、元々言うと兵士なんですね。で兵士でも平清盛よりも本流であるというプライドがあったそうなんですけども、まあこう伊豆の方に来まして、まあ、平治の乱で源頼朝が伊豆に流された時に、その兵士であるということで、この北条時政、平の時政がそれを監視役ということでね、引き受けたということ。それでまあその娘の政子とやっぱ頼朝がこうまあ結婚しましたと、そういう流れになります。はい、まあ結果としてはね、北条氏が鎌倉幕府、まあ、三代滅びた後というか、まあもう頼朝が亡くなってから、もう実質的に北条氏が、まあ、権力を握ったわけで、頼朝が大河ドラマでもどういう理由で死んだか私も注目していたんですけども、馬から落馬っておかしいで、二度と二度とダブって落馬して、それが原因ということになってるんですけども、北条氏の歴史書の吾妻鏡ですか、こちらはですね、頼朝の死についてほとんど何も触れてないんですね。2年か3年間ぐらいで空白になっておりまして、まあ、これはいろんな説があるんですけども、まあ、鎌倉幕府ができた段階で、まあ、北条氏が権力を奪うと、そうするともう頼朝は逆に言えば邪魔になるので、まあ、北条氏、まあ時政がですね、陰謀というか、まあ、殺したんではないかという説があるんですけども、私はまさにそうではないかというふうに思っております。で以下まあ、後鳥羽上皇による上級の変であるとか、いろんなことを書いてございますけども、そこは見ておいていただけたらと思います。よろしいでしょうか。ちょっとまあ後鳥羽上皇、まあこれ北条の義時、まあ、追討の戦時を出すということでですね、まあ、鎌倉幕府をよく思わない、まあ、朝廷勢力があるわけでしてね、まあ、これがまあ上級とか、あと後鳥羽上皇の、いやごめんなさい、後醍醐天皇の建武の中興ありますね。この2回がやはり主なその朝廷によるですね、まあ、鎌倉幕府に対する反乱ということになるでしょうか。で次2つの世界遺産中、2019年に、モズ古市古墳群が世界遺産に登録され、昨年2021年に北海道、北と東北の縄文遺跡群が、世界遺産、文化遺産に登録されたと。で世界遺産は登録から1年後、2年後に、まあ、関連問題が出題されることが多いので、まあ、これは要注意ということですね。はい、それから2015年以降4回出題されたもの、そこに比叡山、延暦寺、仁和寺、天龍寺、足利の義満があるんですが、この4つのうち3つがですね、古都京都の文化財、まあ、ここは注目しておいていいのかなと。それから、同時にこの古都奈良の文化財、これもやはりおなじみで、注目をしておいていただきたいと思います。はい、で次のページ、2022年度に出題が予想される重要事項は2ということで、まあ、先ほどダブりますが、まあ渋沢栄一、昨年の大河ドラマの、ね、主人公でした。あと新紙幣2年後、津田梅子、北里柴三郎、これ全部クリックしていただくとウィキペディアに飛びますので、ぜひご覧になっておいてください。北条義時、
で源の、頼朝も、もうちょっと大河ドラマではなくなってますけどね、あの後鳥羽上皇、それから承久の変、北条政子、まあ、時政の娘になります。はい、そして、鶴岡八幡宮、これは前回申しましたように、源の、義家、八幡太郎義家、まあ、この方はね、あのこう、清和源氏から5代目か6代目の方で、あの東北地方のね、まあ、3年の役で、ね、活躍をした、まあ、源氏の武将で、八幡太郎義家と言われる、まあ、大変豪気な、武士ということで、まあ、関東地方、まあ、東北地方のですね、まあ、豪族をまとめ上げたということで、まあ、白河天皇からは、まあ、警戒されたという、逆に言えば、源氏のこう、まあ、大元を作ったね、あのこう、まあ、義家だったのかなと、これ前回申し上げました。はい、でそのまあこう、まあ義家がですね、八幡太郎という、まあ、こう名前がある、まあ、原爆をしたのがね、八幡宮ということ、それで、まあ、その流れで鶴岡八幡宮もできたよと。まあ、鶴岡八幡宮っていうと、まあ、実朝がね、あの頼家の子で公暁にまあ暗殺された、あの、まあ、イチョウの、こうあのまあ、階段の左の方にね、大きなイチョウがありましたが、そこの陰に隠れていた公暁にまあ暗殺されたということで有名ですね。はい、で高野山金剛峯寺、まあ、比叡山延暦寺ばかりがなぜ出るのかというのは、まあ、私毎年言ってるんですけども、まあ、高野山金剛峯寺も、忘れないでくださいねと。で空海海祖ですか、真言宗と、まあ、この3点セットですね、高野山金剛峯寺、空海、真言宗と、そして伊勢神宮、世界遺産を超越した神宮、あとまああの出雲大社、まあ同じく世界遺産を超越、これなぜあの登録されていないのかというと、まあそもそも申請する意思がないんですね。で、まあ、伊勢神宮、まあ、理由としてはですね、あの、まあ、20年ごとにあのこう本殿あのこう、移築するということがあり、まあ、宮大工の、まあ、技術を守るという意味なんですけども、世界遺産 の, こうあの規定の一つに、そういう建物なりそういったものがですね、あの移動するということは想定していないとということを言ってるんですけども、もう千何百年の歴史があるですね、伊勢神宮と出雲大社からすればね、最近できたこの世界遺産など、まあ、全く、こう、まあ、問題していないと、そんなレベルの、あのものではないですよというプライドを、それからあとはいろんな資料を作成するのが大変あの煩雑で大変らしいんですね、世界遺産を登録するための、ね、準備書面ですね、そういうのをやってられないよという、そういうことで世界遺産にはなっていないんですけども、まあ、文化的な重要度からすればね、まあ、この伊勢神宮と出雲大社というのは世界遺産級のそういう、まあ、神社であるということには、まあ、異論はないだろうと思います。はい、で、伏見稲荷ですね、これはあの外国人観光客、日本でまあ一番人気の高い神社ということになります。はい、クリックしてみておいてください。で龍安寺、僕は龍安寺割と京都に行って、まあ、あの何回か行くんですけど、まあ、石庭で有名ですけどもね、まあ、なぜかほとんどあの出題されていないと、まあ、ちょっとこれ私の、まあ、好みが入って申し訳ないんですけども、
武田城天空の城、日本の、マチュピチュと言われております。最近、テレビとかね、よくこう取り上げられていますね。あと、教科書から消える、これは藤原の人がですね、捏造という言葉が適切かどうかは分かりませんけども、藤原の不人って中富の鎌足、藤原の鎌足の息子になるんですね。で、大宝律令のこう政策であるとか、古事記712年、大宝律令701年ですか、あとは720年の日本書紀ですね、こういうものの政策に携わったというよりも、時の一番の天皇を凌駕するやっぱ権力者ですね、藤原の不人ですね。で、天皇家、天皇制と、ちょうどこの不人が生きた時代というのは大化の改新、645年のね、一種の変から、その日本の律令制度の基本を作った人としてですね、非常に重要といえば重要だろうと。そのために、聖徳太子という人間が必要だったと、そういうことだと思います。山川の教科書では今馬屋東王と書いて、括弧で聖徳太子と書いてるみたいですね。あと坂本龍馬、これも教科書から消えると言われてますけども、消えたんでしょうか。グラバーの手先となってね、グラバーの武器商人なんですけども、長同盟にこう走ったということなんですけどもね、北海道北東北の、縄文遺跡群ですね、これが昨年の7月に世界文化遺産に登録されました。今年やり出る可能性高いです。で、次のページですけども、これ2020年度の問題の解説でして、これの詳しい解説は昨年の傾向対策の動画をね、ご覧になっていただけると一番いいんですけどね。ここではね、時間のある方はぜひクリックもしていただきたいと思うんですけども、16番の国立西洋美術館ってありますね。昨年は旧東宮御所赤坂離宮が出ました。ちょっとこう出し方が似てるので要注意ということだけ申し上げておきましょうか。次のページご覧いただきますと、比叡山の根本中堂とか写真で、やはり、目できちんと見るということはね、記憶に残りますね。別子銅山から始まりまして、これは16ページの一番てっぺんにね、別子銅山、住友グループはここから始まったんですね。で、現在世界遺産登録の動きがあるということを知っておいていただいていいのかなと思います。27玉虫の厨子ですね、これ近年2回ぐらい出てましたですね。要注意。31番、渋沢栄一なんですけども、敵対した岩崎弥太郎も注意と。それから34番のね、藤原の、頼通、平等院報道と、この世にこう、極楽をね、現出させたという、そういう報道有名ですね。それからあと、36番の北山文が、義満のこう金閣寺ですね。次のページ、東山文化ということですけども、義政ということですね。そして、あ
まあ、仁和寺が、ね、よく出るんですけどもね、大内氏が出る41番、ね、よく出ると申し上げました。はい、次のページ18ページ、北海道北東北縄文遺跡、これちょっと二重丸をしておいてください。はい、まあ、ここにかなり詳しくいろんなことをこう書いておきましたけどね、写真がありますね。大湯の環状列石、あとストーンヘンジ、まあ、私も一回行ったんです。この写真だとなんか割と小ぶりのようですけど、実はこれ巨大なあの遺跡群で、このこう 重機がない時にね、このこうあの石をどのようにこう何て言いますか、こう組み立てたのかなということをね、本当にこう、不思議だなと思いました。はい、ここぐるぐる回ってみましたね。はい、で次のページを見てみましょうか。で19ページ北海道北、東北の縄文遺跡群ということで、そもそもこの、まあ、世界遺産がこう認定される登録される条件というのはどんなものなのかということ、でどういう経緯でこの北海道北東北の、縄文遺跡群がですね、まあ、こう登録された判断されたかということをちょっと詳しく調べてみたんですね。でこう繰り返し出てくるのはやっぱ普遍的な価値があるのかどうなのかという言葉がね、こうずっと出てきます。あの赤字でも書いておきましたけどね、まあ、人類にとって普遍的な価値があるかどうかと、世界遺産ですからね、日本だけの問題ではないんですよね。なので世界歴史的にというか学術的にといいますかね、まあ人類の歴史上において、普遍的なこう価値がこうあるかどうかということで、あと下の方には海外のまあこう評価といいますかね、こういう、まあ、ちょっとここまで言えるのかよと思うような内容もあるんですけど、一応見ておいてください。次のページは文化関連問題攻略が合格の鍵ということなんですけど、まあ、文化関連問題が多いのはまあ当然といえば当然ですけども、まあ、19年が 61%、 20年度が 38%、 21年が 81% で、まあ、縄文時代からずっとこうざっとね、こうまとめておきましたけども、まあ、先ほどから申し上げましたように、まあ、北海道北東北の縄文遺跡世界遺産登録されたんでここ要注意と。で弥生時代、そこに稲作ちょっと赤いボールペンでくるっと丸で、金属器の所有くるっと丸で、貧富や身分の差、これくるっと丸にしておいてください。はい、ちょっと古墳文化、3世紀半ばくるっと丸、7世紀末くるっと丸で400年丸と、まあ、これは日本でいうところの、まあ、古墳文化時代ということになります。はい、でまあ特徴としては日本独特の、まあ、前方後円墳というのは、これはまあ韓国の南の方でも同じような、前方後円墳がこう、10個ぐらいですかね、まあ、見つかっているんですけども、まあ、これは韓国から日本に来たのか、日本の前方後円墳が韓国に影響を与えたのかという議論があったんですけど、まあ、日本のこの前方後円墳の影響を受けたんだろうというのが今の定説になっております。はい、あとはまあモズ古市の、ね、古墳群、これが世界遺産に19年にね登録されました。飛鳥文化、593、592年から
645年、水滸町クルットのですね、はい、で仏教文化の最初の交流期であるというところ、あとは、飛鳥寺、四天王寺、法隆寺、こんなところがよく試験に出ておりますね、はい、でこの時期に、蘇我氏がこう非常に力を、出てましてね、もう天皇を凌駕するぐらいの力があったというか、もう自分たちがもう天皇だぐらいの、意識もあったんでしょうかね、あまりに横暴だというんで645年、一種の変で、中富の鎌足と中野上の位置によって、蘇我のイルカが暗殺されて、翌日その父親の蘇我根氏も、自殺したということで、蘇我氏が滅亡したと。で、中富の鎌足、これ藤原の鎌足に名前変わりますが、中野上の王子が天智天皇、別に天皇になるのはちょっと後なんですけども、もう既にこの、クーデターの後ですね、この2名が中心となって、国政を運営するということになりました。で白鸚時代、645年が710年というのは、日本の律令制度をね、整備していくと、それから天皇制を確立していくという、そういう時代でしょうね。で日本ではこう7世紀と19世紀の幕末から戊辰戦争を経てですね、新政府、これは新たにこう明治天皇をいただいてですね、天皇制をこう復活させるということになるわけですけども、その意味でも7世紀と19世紀というのは、日本の天皇制を確立するという意味では極めて重要。確立しても実質的に権力をこう持つというのは、また別でしてね、19世紀、薩摩長州に担がれたというのが実態ですのでね、別に明治天皇自身がその政治権力を持っていたというのとは違うと思います。はい、あと大化の改新以降、奈良、平安とこうつながるわけですけども、平安の半ばぐらいについては、天皇と、それから藤原氏と、それから反藤原氏というか、この三つどもえの権力闘争の時代ということができるかと思います。はい、ですからこの日本史を学ぶときに、誰が実質的な国の支配者なのかと、どのような権力闘争を繰り広げてきたのかということをね、認識するというのは極めて重要なのかなということを思います。はい、きれいごとではないですね、権力闘争、世界の歴史、どの国にとってみてもね、今の世界を見てもそうじゃないですか。国といっても、もともとは広域暴力団、日本だろうがどこだろうがですね、ヨーロッパだったろうが、経済力に裏打ちされた軍事力によって、人類の歴史、戦争と殺戮の歴史と言われますけどね、ロシア、ウクライナのような様子、あれを見てもね、分かるじゃないですか。はい、天平、なんと美しい、平城京ということなんですけども、仏教、貴族仏教文化がね、花を開いた時代になります。はい、していただいて、公認定願、平安の前期ですね。これは東日本大震災の時に、1000年に1回の大地震だったんでね、この上巻時代ですか、この時に同じような地震による津波があっただろうということで、一躍この上巻というね、時代がこう脚光を浴びましたね。はい、で国風文化、
まあ遣唐使の廃止894年、ちょうどあの、まあ、桓武天皇によるですね、まあ、平安遷都が鳴子鎧守平安京って、まあ、その100年後菅原道真があの遣唐使に任命されそうになったんですけども、まあ道真はもういいだろうと、まあいろんなあのこう、陰謀があって彼は太宰府に、まあ、流されちゃったんですけどね。そこの後、竹取物語から源氏物語、枕草子、こんなところ、よく見ておいてください。はい、まあ源氏物語、まああのこう、まあ、道長の時代、で道長もこの源氏物語を愛読してたみたいでね。で紫式部とどういう、まあ、交流があったか知りませんけど、道長あの私も不安ですよみたいな感じで、あの紫式部にあの硯とかのこう、まあ、墨ですね、それとか あの和紙紙をね、なんかこうプレゼントしてるみたいですね。はい、平等院法、まああのよ、まあ、寄り道、これは3回ぐらい出てると、これ 要注意ですね。あと阿弥陀如来像、まあ、情緒から院政時代がありまして、まあ、次第にそのこう貴族社会からね、武家の社会、もともとは武家、征夷大将軍といったって、あのこう天皇のね、なんていうかこう、まあ、討伐隊、まあ、あの大府地方のそれが征夷大将軍だったんですけどね、その武家が、まあ、源氏と平家が、まあ、力を持って、まあ、まあ、平氏はこう、まあ、権力握り清盛の時代に、まあ、自分の娘をね、まあ、天皇の奥さんにしたりしてですね、まあこう、まあ、栄華を起こったわけなんですが、貴族化してしまって、要するにもう反動勢力になってしまったんですね。で、それに対して革命勢力である源氏がですね、まあ、勢力を平家を滅ぼすというのは、これはまあ歴史の必然だろうと、まあ、そういう、まあ、あの見方を私はいたします。はい、鎌倉幕府、鎌倉文化、はい、このところはね、今度はこう、まああの源頼朝が権力握ってといいますか、まあ、まあ裏でこう、まあ、糸を引いていたのはさっき申した、まあ、平というか平の、時政、北条時政からと義時だから、まあ、あのさっき申しましたようにね、まあ頼朝は多分この北条氏に暗殺されたんだろうというふうに私は思っております。はい、で北山文化、足利義満くるっと丸、あと六音寺金閣くるっと丸、で東山文化、足利の義政くるっと丸、自称寺金閣くるっと丸という感じですね。はい、次のページご覧いただきますと、桃山信長がくるっと丸、秀吉丸ですね。この時代になりますね。はい、で寛永の文化、17世紀。これはまあ、中心は京都くるっと丸しておいてください。はい、で元禄。まあ、この辺りが、こう、江戸の頂点といいますかね。まあ、峠の時代って昔、大河ドラマでもね、ありましたけど、まあ、米というか、まあ、幕藩体制の、ね、基本であるこう農業、米の経済から貨幣経済にね、もう移行していくと、そうするともう、あのこう、米の価格が暴落しましてね、政府というか、まあ、江戸幕府の財政も逼迫してくると、だから、まあ、必然的に、封建社会は崩壊して貨幣経済の資本主義になるという、そういう、まあ、緩やかではあるけども確実に、日本の、歴史も動いて、これは、まあ、世界先進国どこも同じなんですけどね。はい、化政文化、
これは町人文化でございます。まあ、非常に多彩な、こういろんな芸術家といいますかね、文学者、いろんなこう方が出てきました。あと文明開化ということですね。で、2022年度に注目される、まあ、原始古代はちょっと注目かなと思います。まあ、先ほど申し上げましたモズ古市古墳群、北海道の北、東北の縄文遺跡群で、日本には文字がなかったので、まあ漢書地理史であるとかね、古漢書統遺伝とか魏志倭人伝に書かれた事柄がね、まあ、日本の歴史家のこう、まあ日本の歴史、古代を知るための、ね、重要な資料になっているわけなんですけども、古漢書統遺伝、それからこうそうですね、この辺りはまた1世紀ぐらいで、魏志倭人伝ちょっとくるっと回していただきまして、これ邪馬台国のことが書かれてます。最近の、ちょっとニュースとして2007年あるいは2009年頃からですね、大阪の、纏向遺跡というのが大変注目を集めてきました。この大阪の纏向遺跡の発掘からですね、どうもここがそのこう、まあ、魏志倭人伝に書かれたところを邪馬台国ではないかと。もともと邪馬台国というのは北九州説、まあ、あとまあ、大和地方といいますかね、まあこう、まあ、近畿地方だろうと、まあ、どちらかという論争がもう長いこと ありましたけどもね、この纏向遺跡とこれ大阪になるんですけどもね、纏向石塚古墳という古墳、それから、箸墓古墳という、この、まあ、今も発掘がこう続いていると思いますけども、まあ、かなり、邪馬台国の可能性が出てきたのかなと、こんな風な気がしております。まあ、またあの YouTube でちょっと検索をしていて、纏向遺跡と言いますね。次の、古墳時代ということで、赤字で3世紀半ばくるっと回る、7世紀400年間ですね。まあ、前方後円墳、これはこう、しばしばこう丸いこう銅鏡といいますかね、まあ、鏡が出てくるんですけど、これは大和朝廷のこう、まあ、認証を受けたといいますか、大和朝廷のこう勢力圏内にあるものが多くて、この鏡だけで50個ぐらい出土してるんですかね。まあ、これはまあ、中国で作られたんじゃないかとか、まあ、いやその金型はまあ日本で作った、まあ、いろんな説もあるんですけどもね、いずれにしても大和政権の影響をですね、やっぱり受けたそういうものであったということが言われております。はい、あと空白の4世紀、ここはこう欠落をしていた時代になります。あと皇太后の碑文というのは重要でして、そこに391年というのをくるっと丸してください。この391年にですね、まあこう和軍、まあ、日本の軍隊がですね、まあ、そのこう小栗まで行ったというのが碑文がありまして、皇太后です。ということはどういうことかというと、国内のある程度の平定、大和政権がね、国内統一ができなければ海外に出兵するということはできませんよね。なので、まあ、こう4世紀の半ばには大和政権が、まあ、かなり日本全国においてね、もともとはもう広域暴力団
がこう日本全国に回ったわけで、その親分、山口組の親分、全国規模の広域暴力団が大和政権だったわけですけども、これがこう日本をこうある程度まとめてですね、日本統一というこうヤクザの映画シリーズがあるじゃないですか、まあ、同じようなことですよね。そして、まあ、高句麗まで出かけていったと、こういうことでしょうね。あと、まあ、倭の五王という、これはまあこう古代中国の歴史書をやって、まあこの倭の五王、まあ、それとのこう、まあ、一致点、あるいはちょっとこう不一致のところがいろんな論争になっております。見ておいてください。次のページ。2015年から2021年度に2回以上取材された、まあ、重要項目ということで、基本的には、2018年以降ぐらいを赤字で示しています。ちょっと途中ですね、それが抜け、赤字でないところもあるかも分かりませんけれども、それはちょっと勘弁してください。はい。で、ここを全部、ウィキペディアでちゃんと、こう飛ぶことができます。ウィキペディアにですね、リンクしてますんでね。ですから、まあ、4回、まあ、6回、4回、3回、まあ、2回、まあ、あとまあ試験まで2週間ぐらいになりましたけど、皆さんがこれはと思うものはよく見ておいてください。で、まあ、大事なものは私の方ではこの一応星印をね、つけておきました。はい。まあ、これ勉強の目安になるのかなと。だからまあ、日本歴史の、まあ、重要な項目のね、まあその、まあ、データベースといいますかね、まあ、ビッグデータってっていうとちょっとこうなんとなくあれですけども、まあ最も基本となるデータというふうに見てください。で、26ページから27ページ、これまとめるの結構大変なんですよ。毎年これチェックします。で、28ページ、で29、で29ページ、ちょっと注目していただきたいのはそこの下の表ですね。2015年から2021年、昨年までに取材された重要事項、まあ、585あるんですね。これをね、こうジャンル別、そして取材の多い順にちょっとまとめたんですね。そうするとね、まあ、人名が585のうちのね164ありまして、これが占有率が 28.3%。約3問に1問はね、これ人名なんですね。で、2番目の政治外交関係の重要項目が140件ありましてね、これが 24.1。 でこの上の2つだけで 52%、 それに文化その他を加えると、これで上の 1,2,3 で 76% ということになります。なのでここはだから重点的に勉強したい方はね、まず人名をきちんと見ておくと。次に政治外交だと。で次に、まあ、文化その他という、そういう優先順位が決まるかと思いますね。はい。まあ、そういうことが決まるんじゃないかなという期待を込めて作ったのがこの表なんですね。はい。そのようにこの表をね、ご利用いただけると大変僕もうれしいです。はい。で次のページ、まあ、写真地図、これが実はガイドラインが変更になりましてね、19年以降そこに、内容は地図写真を使ったもので中心としたものだって、まあ確かに本当にこうたくさん出たんだけども、20年から地図や写真を使った問題も含まれるものとするということでね、激減しましたね。昨年は写真が2枚だけでした。だからちょっとこの重要度は低くなるかも分かりませんけども、
ただこう出題されているものはね、やはり出題者がやっぱ注目したもの、まあ、通訳案内試験として適切なものということで出されたわけですから、まあ大いに参考にしていただきたい。そしてクリックすればウィキペディアに飛びますので、また見ていただけるとよろしいかなと。まあ、あまりにたくさんこのクリックこうしても、これ何百何千あるか分かります、何千か分かりませんけどね、ご自分で、ま、受験勉強ってそもそもこういうことをまとめることですね。でまとめることを私が全部下準備をしているのがこの傾向と対策じゃないですか。なので一番時間のかかるこう地味な仕事をね、私が皆さんの下請けでやってるわけですから、クリックぐらいしてくださいと。32ページで、32ページもちょっとこう全部ちょっとまとめてみて表を作ってみたんですね。15年から21年までで写真問題のこう数、まあ、21年もう2つしかないですよ。大変ちょっともう100点満点で6点だけだと。とこう上の方なんか見るとね、17年なんかは100点満点のうち100点と、もうほとんどの問題も出たんだということですよね。このようにまあ変遷があります。ガイドラインがね、まあこう変わってしまった以上、まあ、2022年の今年写真がちょろっと出るくらいなのかなという予想は立ちますがね、さっき申しましたように重要出されたものは重要項目に違いはないので、そういう観点から見ていただくことはとても重要なのかなと思います。はい、次のページ。これはこう写真問題出たものだけをね、こう、まあ、まとめてみたものですね。ここもねクリックするとありますけど、はい、で次のページ。34ページ、こう重要なのは、真ん中の、こう、主題予想される、古都京都の文化、古都京都、これくるっと丸しといてくださいね。まあ、すでに主題されたもの、まあ、こんだけあると。主題されてないもので、さっき言いましたように、龍安寺、なんか僕、大変好きなんで、出してほしいというかね。はい。それと個人的な感想でした。テレビでよくあるじゃん、これ個人的な感想ですとかね。その前にこういう実証的に実際に出たもの、何年に出たということを、やはり私はきちんと皆さんにお示しをするんですよ。ね。だからこうただ単にこんな問題が出てたみたいですじゃないんですね。何年にこれ出てますよと、ここをクリックするとそこに飛びますよと、これがこの傾向対策の一番の強みじゃないですかね。事実に立脚したですね、受験参考書と、こんなの日本にないですよね、はい、と言って自慢すると。失礼しました。次のページ。ここはまたまあ、京都だけじゃないじゃないかとね、まあ、奈良もあるよと、古都奈良の文化祭、これもくるっと丸しておいていただきたいと思います。はい、東照大寺興福寺、まあ、興福寺って藤原氏のね一番支援を受けたところ、非常に力を持った、お寺になりますね。はい、写真もねきちんと用意してあるじゃないですか。次のページ、世界で日本の、まあ、世界遺産ということで、これまあ何回か参照をしていたと思いますけどね、これも20丸30丸40丸ですね。このページ36ページですね。もう実際に何年に登録されて何年に出ているということも全部これ書いてありますね。これまとめるだけだってね、あと、まあ、またクリックすればウィキペディア飛びますから、この1ページだけでも非常に価値がある資料だと思います。はい、よく見ておいてください。で次のページ、主題予想される世界遺産、もう写真もつけておきましたね。これ無形文化遺産あんまり出ないんですね。あんまり出ないんだけども、
まあ、こう私からすると重箱の隅をねつつくような問題というよりはね、まあ、日本のこう、まあ、インバウンドの方々も日本のこういう無形文化当然興味のある方いらっしゃるわけですから、まあ、僕とするとやっぱもっと出してほしいかなという気はいたします。で次、神宿る島宗像沖の島と関連、まあ、遺産群ということで、これね17年に出てましてね、これそんな出てないんですね。僕とするとやはりもっとこう、まあ、出してほしいというか出ても不思議ないなというふうに思って、これかなり詳しく調べてみました。もうねご覧になっている方いっぱいおられると思いますけど、これでは重要ですよということを申し上げておきます。はい、続いて39ページ、40ページ。この後、宗像大社のね、こう歴史もずっとこう、まあ、歴史の勉強にもなりますよね。で、あと42ページって、長崎、天草地方の潜伏キリシタン。で、これ、出てないんですよね。こう、まあ、ぜひ出してほしいな。そして、やっぱキリシタン関係のねこと43ページ、ちょっと本当にこれ詳しく調べてみました。まあ、一読するだけでもいいので、44ページには、まあ、潜伏キリシタンの受難の歴史ということで、まあ、これがこう発覚してびっくりしたのは、やっぱバチカンが、まあありえへん、インノーウェイってんで、まあ、びっくりしたそうですね。よく残っていたと。いうことだそうです。はい、まあ、原城3万人ぐらいがね、まあ、虐殺されたというそういうお城になりますね。はい、次のページ、まあ、重要事項のまとめということで、まあ、寺神社、まあ、日本のインバウンドのまあ中心はね、やっぱ寺、お寺と神社をねこう抜かしたらどこに行くんだみたいなね、まあ、お城も二条城もまあもちろんこうありますし、風光明媚なところ日本三景いろいろとあるんですけども、またガイド試験にやはりこうたくさん出ているという意味でね、寺神社というのはねやはりこう、まあ、無視できないところが非常に重要だろうということで、まあ、一番最初に持ってきました。はい、この辺りもねこう、まあ、見といて、まあ、一読するだけでも結構ですし、もう少し詳しく知りたい方はクリックをしていただけたらと思いますけど、47ページ。建築様式。これが去年出てましたね。こう、東大寺南大門が建築様。これが大仏様。昔は大仏様とか禅宗様ではなくて、建築様と唐様という名前しかなかったんですけどね。最近はこの大仏用と禅宗用というのがなんか主流になってきたみたいです。で、京都五山、これもみんな、まあ、臨済宗の禅宗になりますけどね、まあ、南禅寺は別格としてですね、一時これも覚え方も、まあ、言いましたね、南帝創建、東風万寿と。であと鎌倉五山もねやはりこう重要だろうということで、まあ、県庁寺からこうちょっと書いておきました。はい、京都五山、鎌倉五山、くるくると丸をしてください。で、鎌倉新仏教、これ表がありますよね。これはもう高校受験、大学受験のもう本当に一丁目一番地になると思います。はい、なのでここは一応頭に入れておいていただきたいと思います。また問題作りやすいんですね、これとこれくっつけたというんでね。で、次週一編、去年ぐらい出てましたでしょ。はい、これだと遺跡、まあ、吉野ヶ里遺跡っていうのはね、これが出た時にやはり日本の考古学っていうか学者がこれぞ邪馬台国だろうということでね、まあ非常にこう沸きましたね。松本清張なんかも80歳前後ですかね、もう実際にやっぱりこの吉野ヶ里に行きましてね、まあ、彼はいやここはもう邪馬台国に違いないみたいなことをね言ったら、いや
発掘の担当者、いやそれは確定的なことは一切言えませんと言ってちょっとがっかりしたとかね、そういう話が残ってますけどね。まあ、トロ遺跡はねもうあまりに有名なね、こう弥生時代の、稲荷山古墳です。これ私も一回行きましてね、ここびっくりし、もう前方後円墳がとか円墳とかもういくつ、いくつあるんでしょうかぐらい、こうまあ本当にびっくり、そんなに大きなねこうお墓ではないんですけども、まず数が多いと、それからまとまっていると。で、まあここに、こう、まあ、刀剣にね文字が書いてあったものがこう出てきたということでね、一躍有名になりました。まあ東京から近いんでね、まあちょっとお時間のある方はね、こうまあ車で行って私の頃はもう、まあ、1時間ぐらいで行きましたかね。はい、まあ、気分転換 の、 こうドライブを楽しむことができました。はい、とてもこうこの辺りいいとこですね。から城と遺跡、まあ、水着もよく出ます。はい、あと多賀城、これは魚をね、たまらま辺りがね、まあ、行きまして、まあ、蝦夷を、ね、制圧するために、まあ、軍事拠点と、まあ、これまた、まあ、伊沢城の方までこう登っていくわけですけどね。伊沢城奥州市っていうのは前申しましたようにね、こうなんて言いますか、今米国アメリカでねホームラン昨日あたり23号4号、打ちましたかね、翔平さんですね。この翔平の翔が飛ぶということで、源の義経以来だよと。で、あとは平和の平泉の平だよってことを前申しましたね。あと二条城、あと首里城とか、あと鹿の島って。これも出てるんですけども、まあ観音の名の間の国語院って言うんでね、江戸時代にお百姓さんがこう畑をね掘ってたらですね、これが出てきたって、まあ金印なんですけど、まあ、一説に、まあ、ちょっと偽物じゃないかという件もあります。はい、次のページいきまして、乱に事件に、戦争と佐賀の乱、去年出たんで一番てっぺんに持ってきましたね。まあ、人心の乱、これはこう大友皇子っていうのは天智天皇中大兄皇子のこう息子なんですね。これと大天皇子っていうのは天智天皇の弟なんですけども、まあこのこう、宮中の打ち下馬ということで、まあ、大天皇子、これ後の天武天皇で、この方はなかなか策略家といいますかね、こう非常に政治的に有能な方であったように気がいたします。はい、まだまだそのこう天皇のそのこう支配がね全国津々浦々にまで行くということでもなくて、律令制度って言ったって地方の豪族たちがねそう簡単に従うわけじゃない。でそれでこう中央にあまりこう従わないようなものをね朝鮮半島に送ってですね、まあ、逆に潰すみたいなね、そういう戦略を取れる方、取った方っていうんでね、私は非常にああすごいなというふうに思っております。またこう天武天皇ですね。またこんだけいろんな、やはりこういろんなこう事件が出ておる、まあ、試験も出ておりますね。はい、あと函館戦争、ね、これまたこう去年出てましたね。
なのでこれもずっとやはり見ていただく、鳥羽伏木の戦いも出ましたかね、戊辰戦争、薩摩軍にね、幕府がやられましてね、慶喜も、船で江戸まで逃げてくると、そういうことでしたね、はい、であとは遣隋使、小野妹子、日出ずるところの天使、将日没するところの天使に致すっていうんでね、継がなきゃってんで、まあ隋の王様はびっくりってこう、非常に激怒したという話が、嘘か本当か知りませんけど、遣唐使、あと法律がずっとそこ、あと和親条約ね、これちょっと注目しておきましょう、こんだけ出てると。あと日米修好通商条約ですね、これも要注意。あと下関条約も出てましたね、これ日清戦争で1894年から95年でね、その終結の調印、同じような意味で日露戦争、ポーツマス条約、日露戦争講和条約ということになります。はい、とこう、このたび随分重要なのがいっぱい出てます。次のページ。51ページ、前谷島、さっきちょっとね、申し上げましたね。長富の鎌足りとか、天武天皇。この辺りも本当に重要ですね。あと後白河とかこれちょっとあります、ね、52ページこの辺り下の方にね、伊藤博文がこうやっぱり赤で何年たくさん出てるところってやっぱり注意していただきたいかな。途中の真ん中辺の荒い白石とかね、あと西郷高森とか勝海舟ってだからこういったところをやはりちょっと見ていただきたい、よく見ていただきたい。足利義満もそうですね。次53ページでもっともこれも不貿、不平等条約のね改正、に力を尽くした方ですね。キリシタン大名、大友宗麟から始まって小西行長、高山君、覚え方、おっと小西おむつありません、高い高いは、まあちょっとこれを考えたんですけどね、もしよろしければ見てください。奥州藤原氏、もともとは清原氏でしたっけね。で、この清原の清平、藤原のね清平が、名前藤原に変えたんですけど、後3年の役でですね、源の、義家、清原氏の、内紛に乗じてですね、ちょっかい出したんですけどね。で藤原の清平が権力を握りまして、奥州藤原氏、金が出たと。8世紀の半ばに748年か9年ぐらいにね、仙台の割と近くなんですけども金山ができて、それを巡るまたは内紛ということもあったんでしょうけども、で最終的にこの奥州藤原氏がその金と、あとはその辺りはやっぱ馬のね産地だそうですね。でこの馬と金で大いに栄えたと。で中尊寺金色堂もできたということになりますね、はい、それがゆくゆくはマルコ・ポーロのね東方見聞録で、ジパンクという国は金が山ほど出る国であるということでね、ヨーロッパでも
まあ、こう広まったということがあります。だからそれやっぱ金というのはね、歴史を変えるんですね。人を狂わせるものでもあります。マルクスなんかの資本の中でこう金ギラギラしたものはね、こう人間のいろんな価値観も変えてしまうみたいな、ね、そんな表現もあったみたいですね。次のページ、ずっとねこの辺りも過去に出ていたね、年号が多いところ、多いものはね、よく見といていただきたいかなと。でそこの下の芸術家の上に真言宗空海高野山金剛仏とね、天台宗最澄比叡山に覚え方って言うんでね、これ私考えたんですね。真空状態高野山、真空って真言宗空海高野山、真空地帯、真空状態で、天才だ比叡ってね、天台宗と最澄で、これが天才で、比叡比叡山延暦寺、もしよろしかったら使ってください。芸術家、これも何回か出てるものをゆっくりと見ていただきたいと思いますけどね。はい。雪舟、55ページ上の方、去年出てますでしょ。あと永徳もよく出ていると。あと松尾芭蕉、長谷川等伯、緒方光琳なんかもね、よく出てますね。渡辺崋山、万世の国でね、罰せられました。まあ、高野長英もそうですけどね。もうこの辺り本当にいろんな、歌川広重。もともと安藤広重よく行ったんですけど、今はこう歌川に変わってますね、YouTube で。葛飾北斎、富嶽三十六景ですね。三筆、空海、立花の早成とか嵯峨天皇って言うんで、不敵な下がり空は流行らずって言うんですかね。で三席、藤原の去り、小野の豆腐、藤原の、雪成と後世、覚え方。サリーちゃんは豆腐屋へ行くなり、これちょっと僕好きなんですね。サリーちゃんは豆腐屋へ行くなり、よろしければ使ってください。はい、次のページ、宗室町、これ明朝除雪秋分雪舟、これ前回か前々回にも覚え方、明女の周りは雪って、まあ、明女って、まあ、なんか明治大学の女性のような感じですけど、明女の周りは雪で覚えてください。空也上人、空也あるいは荒野と思いますけどね、から学者、安倍の仲間の菅原道真好きですよね、ガイド試験はね、これ二重丸ですね、菅原道真はね。あと千利休も大事です、慶中、それから新井白石、これもよくね、昔からよく出るんですよ。あと杉田玄白、ターヘル・アントミアってんでね、大月玄白っていうのも面白い方ですね。玄白の玄はこう杉田玄白の玄で、ね、タクは前の良太のタクですね。これを取ったんです。だから場合によるとこの方は大月龍白になったかもわからない玄太さんという感じですね。はい。蘭学会で、これ高校の日本史で一回なんか中間試験かなんか出て、私の改訂の漢字が書けなかった。海底の底の字の起変がね、分かんなくて悔しい思いして、今でも覚えたんで、高校時代の試験でこれ出たんですよ。でこの起変が出てこなかった、今でも悔しいですね。それから下の方に行きまして、福沢諭吉、これはもうやはりね、こんなにたくさん出てますでしょ、今の一万円札ですよね。慶応義塾大学を作った、この人のね、福王辞典っていうのを読んだことなんですね。彼は大阪の適塾で、まあ、オランダ語を勉強してたんですけどね。である時横浜に行ったらオランダ語全然通じないと、
いうようなこととかね、あと、まあ、戊辰戦争のもう上の戦争だった時に、彼は自分のこう塾で英語かなんか教えていたんですね。でそのこう上の戦争の砲台の音が聞こえる中で、まあ、冷静にというか、私はそれ見て、まあ、びっくりしたんですけども、私だったら塾生連れて上野まで見に行くと、見に行くと言いますかね、どうなってるんだと、ひょっとしたら巻き込まれるかも分かりませんけども、彼は上野戦争の時に砲台を聞きながら授業していたと。これすごい、僕の複合辞典を読んで時にこう、そんなことあるのかなと。私なんか戊辰戦争の時代なんかは多分死んでたのかななんていう気がしますね。で実業家、ここまたね、渋沢栄一もいろんなとこ出てくるじゃないですか、ね、今の定家。定家っていうのは後鳥羽上皇に非常に愛されたそういう人でして、百人衆ってあるでしょ。でこの人を松穂の裏の夕凪に役や虫をも身も焦がれつつというんで、これ恋の歌と言われてるんですけども、実はそうではなくて、承久の変でね、沖に流された後鳥羽上皇を偲んで読んだんだろうと、私もそういうふうに思います。はい、百人一首にはね、非常に面白い本、百人一首の秘密という本があるんですけどね、これを読んだ時に私びっくりしましたね。まあ興味のある方はね、アマゾンでまだ売ってますんでね、百人一首の秘密という本ですね。はい、目から鱗でしたね。からと赤い風草、こうやって、漢詩集、万葉集からね、古今和歌集、この後ちょろちょろ出てますね。次の詩、歴史書、これ大事ですよ、全部大事ですよ、これね。さっき言いましたようにね、東鏡っていうのはね、これは北条氏がまとめた本なんです。だからここに頼朝のね、こう死亡したと思われる 2,3 年が空白になっていると。やっぱり北条氏に多分頼朝は殺されたんじゃないのかなという説、私は支持をします。はい、あと司教、京都、ね、これは鏡物って言うんですけども、8つの歴史物語、平安時代から室町にかけてですけど、大鏡、今鏡。覚え方は、司教は大根水すまし、って大根水すまし。よろしければ使ってください。光物で、お寿司屋さんですとね、小肌とかサバとかアジとかね、イワシキスのことね、光物って、ちょっと光るんですかね。昔、光通信という会社、今もあるんですかね。携帯電話の販売かなんかやってね、一時、茂田さんという方ですね、まあ、いろんなこうやはり売り上げがまた下がってしまって、吸ったもんだ、大変なことになって、光通信随分子会社いっぱいあったんですよ。光通信の子会社も光物と言ったりするんですね。ちょっと余計な話、鏡物で、日記、気候で、とさにからこう、かげろう日記、紫式部日記、さらしの日記、こんなところで、竹取物語、これなんかね、日本っていうか、世界最古の物語で、かぐや姫がこう、まあ、月からやってきてね、で月に帰るんだと。まあなんかこう、ファンタジーのなんか世界じゃないですか。こうで4人ぐらいのね、若い貴族がこう求婚で、ね、結婚をね申し込むんだけどね、まあ、無理なんだよこう与えてね、こう私は月に帰りますよって言うんでね、まあ、なんとなくこう面白いっていう、よくこの時代に、そういう発想をねで書いたなと。と思います。はい、
まあ、源氏、まあ、これはまあね、道長をねモデルにしたんじゃないかという、まあ、道長もね、まあ、紫式部にちょっとプレゼントしたってさっき言いましたでしょう、ね、随筆、まあ、枕草子、北条記、まあ、つれづれ草と、あと小説、伊原西鶴のね、この辺りずっとたくさん出てますね。近松門左衛門ですね。次です。この辺りも複数出てるものはね、要注意ですね。日本に関係深い外国人、まあ、こんだけいるわけですよね。最近出てるものも、ウィリアム・アダムズなんかね、出てるじゃないですか。あの将軍のね、あの主人公になったやつですよね。で島田陽子さんがね、あのこう細川ガラシャの最近なんかで亡くなったそうですね。ヤンヨーズデン、これ八重洲のね名前になったということで、シトッチイタリアから来てね、屋久島でね、こちらお前どっから来た、どっちから来た、しどっちって、ね、そんな感じ、はい、でペリー、フリーメイソンであったところで有名ですね、ペリーですね。まあちょっと僕は陰謀論者なんでね。あとは新条約、ハリス。次のページ行きましょうか。ボアソノアドも出てますね、これね。ちゃんと2021書いてある、僕は全部これ更新してるんですよ。クラークもね、よく出ますね。はい。ボーイズビーアンビシャス。じゃあ、女の子はどうしたらいいんだ、ね、女の子も頑張って、ガールズビーアンビシャス。そのあたり、ね、フェネロサ好きなんですよね。岡倉天心と東京美術学校とフェネロサの3点セットでね、大体出るんですね、これね。アローゴフェイとモリソン王子。これあの民間人をこうアメリカのね商船が日本に来たのにね、これをまあ砲撃したって言うんでね、まあ、ちょっと大問題だったんですけどね。はい、から手芸品から、まあ、鳴滝塾もね、これ割と好きなんですね、シーボルトね。なぜならやっぱり鳴滝という場所に作ったから鳴滝塾って。松下村塾、これがまあやはりこうあの、まあ、吉田松陰、まあ多くのね人材を出したことで有名ですね。まあ、多くはまたねこうあの戦乱で亡くなってしまうんですけどね。敵塾をまたこう敵塾、福沢諭吉さっき言いましたでしょ、複合辞典にねかなり詳しくいろんなこと書いてあります。夏にあの福沢諭吉とねもう一人塾生がなんか家の屋上で涼んでた、そのこうふんどし一枚で涼んでたんですね。したらなんか女中さんかなんかあの上にあの上がってきてキャーとか言って下にあの降りてたっていうのがありましてね、まあ、あのすごい印象に残ってるんですね。福沢諭吉とあと一人が、まあ、ふんどしで涼んでてね、女中さんかなんか来てキャーって言って、だ横浜に行ってあのオランダ語が通じないって言うんで、それからすぐにあの諭吉はあの英語の勉強を始めるんですね。だからその2つはよく覚えてますね。うん、なんかの面白いですね、人間の記憶って。なんかこう諭吉ともう一人があのふんどしで住んでて、ジョジョさんキャーってんで、なんかこうあの僕のそれ高校の頃ですかね、福王辞典読んだのね。皆さんも一回読んでみてください、面白いですよ。富岡の製糸場とか八幡製鉄所、長崎の造船、もともとはねグラバーが持ってたんですよ。
そのこれを三菱岩崎弥太郎が引き受けて、でグラバーはあと、まあ、炭鉱も持ってましたけど、ね、あとはねビール、キリンビールも元はというとグラバーのビール会社だったんですね。でなぜキリンかっていうと、グラバーはキリンっていうのは中国から渡ってくる空想上のこう動物なんですけど、太宰府にこのキリンの像がこうあって、彼はそれをすごく熱望欲しかったんで、太宰府に2回ぐらいそのキリンを譲ってくれって言ったんですよ。まあ金はいっぱい持ってたから。でもそれは太宰府の方はそれ売らないと、売り物じゃないよと。で彼は非常に好きなので、そのキリンをモデル、それをこうしたこうラベルあるじゃないですか、マークっていうかね、今でもそのこうキリンビール、これ三菱系ですけどね。でキリンの足を見てください。足を見るとね、あれ明らかに馬の足、蹄なんですね。だからこれおかしな話で、中国のキリンっていうのは別に馬でもないわけですよね。でなぜキリンビールの足が馬かっていうと、これ坂本龍馬の馬を取ったんじゃないかと言われてるんですね。僕はグラバー亭行ったことないんですけど、グラバー亭の中になんか坂本龍馬の部屋ってあるそうですね。まあ坂本龍馬はグラバー武器商人のね、グラバーの手足となってね、薩長同盟に、まあ、こう貢献したと言われてるんですけども、まあ、南北戦争が早く終わりましてね、8000丁ぐらい の銃を安く買って、でグラバーは、まあ、主に、まあ、新政府軍なんですけども、まあ、裏からひょっとしたらもちろん幕府軍にもね、この銃を安く買ったものを高く売りつけると、で巨万のこう利益を上げるわけですよ、グラバー。ただ経営能力があんまりなかったらしくて、炭鉱も造船所もキリンビールもみんな岩崎弥太郎三菱にあげちゃったんですね。であげちゃった後も長崎造船所の所長なんかをこうはグラバーがやってたりとかして、だからグラバーの残したものね、まあ、造船所、あと炭鉱、キリンビール全部、まあ、三菱が引き継いでると、まあ、それがやはり軍事産業を三菱がね、こう三菱重工とかでやってる。もっと言えば長崎に原爆を落とされましたよね。これやっぱり、まあ、長崎造船所、まあ、もちろん軍艦なんかも作ってたわけですから、まあ、当日は小倉に本当落とす予定だったんだけども、まあ、天候の関係で、まあ、次の候補の長崎にね、まあ、こう原爆を落とされたんですけども、辿っていくとね、これグラバーに結びつくんで、グラバーが長崎に造船所を作らなければね、長崎は原爆の対象にはならなかったかもわかんないですね。なので歴史というのはね、こういうふうに本当に連綿とつながっていくんだなということをね、まあ今日は8月の6日なんですけども、8月の9日をね前にして、ちょっと感じるところがありました。はい、重要名数、まあ三筆三節から始まりましてね、三官僚、こんなところね、ちょっとまた見ておいてくださいね。で歴史用語、封建、封建も元は中国のね言葉でね、まあ土地を封じて国を建てるってね、こう封建だから、こう国を封じるっていうのもやっぱりこう土地、あとはこう米っていうか、ね、そういうもの、作物、これやはり、封建の一番の基本じゃないですか。で封建、建国ですね、そこからこう取ってるみたいですね。はい、博物館別これ行くと二重丸しておいてくださいね。東京西美術館が
2020年に出てますね。で、ちょっと次。2019年度。ここはあと、各年度のね、まあ、次第傾向なんかをちょっとまとめたところになりますので、まあ、時間的に余裕ができればそこを見てほしいんですけども、まあ、もうあと2週間なんで、今も、今日まででやったところでもね、結構まあ大変だと思いますんで、一つ、この、傾向対策を中心にして、ぜひ、合格を勝ち取っていただきたいと思います。今回も最後までお聞きいただきまして、誠にありがとうございました。皆さんのご検討をお祈り申し上げております。